っかけはですね、うん、まあその地元の豆を使ってっていうの思いはあったんですよ、ね、うん、でたまたま僕同級生農産課に今配属になったと、いや実はこういうふうに思ったんだって話して、でそれでまあ訪れたんですね、まあ、農産課としてもそのこう企業は今まで関わることがなかったから、うん、対農家との関係だったんだけどね。大体15分ぐらい必要だと思いますよ。本当に綺麗です。匂い的にはもういいところだという気がしますけど。いいです。いいですか。はい。じゃあこんなところですね。やっぱり匂いで判断してしまいました。美味しいですよ、ね、でこれやっぱりこういうふうにあのこれをですねこの中に入れて、でこういうあのこれ最初は日頃ぐらいにやってるんですけど、で置くと1週間ぐらいで売ってないので、ちょっと売ってないもんですから、こちらが枝豆、こちらが大豆、枝豆も召し上がってご覧になりました。そうです、あの日本酒もいいんですか。何どっちが美味しい。こういうふうに入れて、もともとはですね定山家をですね、こう開拓した定山坊さんでございます。当時ですね、持っているんで、あゆにこやかにとか言って。ですね。そういう意味で、温かいところが、ところがなんですよ。この薄い方のお芋を冷凍にしても、生のですよ、はい、生の状態混ざった状態で冷凍にしてもかなりの時間持つんです。今度は熱いスープを煮立てといてその中にポンポン入れても形も崩れず、そして解凍した時に美味しくいただける。要は温かくなくちゃダメっていうの、ね、そんなの今から知ったのはず。コーンを使ってるんですけれども、コーンとそれからあのユニセフを半々にしてよく混ぜたんです。そしてじゃがいもの上に乗せて焼いただけなんです。それでね、正直なこと申し上げますと、本当の自然 の、 あのこの大豆とそれから干しエビに粉を、スキムミルクにごま、かつお節と最終仕上げの海苔、それにコチュジャンを入れてみました。いろいろ素材のお金を考えずに、はい、時間を考えずに作ったものですから、大豆と干しエビに粉のスキンピンク、それからあとはごまと削り節にコチュジャンの味を使って海苔を入れました。はい、ありがとうございます。
ぞ、カゴをお持ちください。どうぞお持ちください。どうぞお持ちください。はい、お豆をお願いします。どうぞ。はい、もう一つお姉さん。はい、多くの人が来ていただいているのでびっくりしています。でこんなにみんなが豆に興味があるのかなと思って、本当にまあ感激も含めて感謝しています。はい、割と、ただやはりこういった形であの皆さんに広く知っていただこうということで今回出しております。次はこのこちらを作ってるメーカーなんですが、あとはこれさっきのお付き合いはないんですね。ないですね。流通関係に携わっている人たちは結構理解してきていると思うんですけども、もともと根本のものを作る人たちのところ、農家さんたちのところではですね、まだまだ浸透してないような気がするんですね。ですからそこのところはどういうふうにしていったらいいか今すごく自分でも悩んでるんですけども、具体的に農家さんに行ってみるとですね、
その日の仕事が非常に多くて、実はその考える時間とかですね、なかなかこう持てない場面が多いんじゃないかなっていう気がしたんですね。ですからその辺のところをこうクラスターとしてもこう考えるような場所を作れるような、そういう工夫ができればいいなとは思ってます。